福田おろしは2008年に起こった自民党内の一部を呼び、連立与党の公明党からの福田安尾内閣総理大臣への退陣要求。薬害肝炎訴訟の和解成立によって支持率が持ち直し、北海道東野湖サミットでの一気化成を目指していた福田安尾内閣であったが、他方、連立与党の公明党では福田おろしの動きがくすぶり始めた。 神崎武則、前代表は7月2日に、千葉県市原市で行った講演で、これから、支持率が上がり、福田首相の家で解散になるのか、支持率が低迷して、次の首相で解散になるのかわからないと、初めて福田の身体に触れた。公明党は、共闘法でもある、東京都議選を翌年夏に控えているため、それを重視している、公明党にとっては、 総選挙と都議選の日程が近くなるのは望ましくなく、年明けまでの早期解散は望ましいはずであると、自民党執行部や政治記者は見ていた。しかし公明党の有力議員の多くが、自民党は全くわかっていないと難色を示し、1月解散でも、任期満了選挙であろうと、与党が大敗して、政権を野党に奪われては、元の子もない。問題は、 福田首相のままで総選挙に勝てるかどうかだ。サミット後の支持率を見ても、この政権はもう国民の支持を回復できそうにない。自民党は解散時期を考える前に、首相の首を変えるかどうかの判断をすべきではないのか、との認識が完全に浸透し、福田のままの内閣改造案も拒否した。内閣総辞職に際して、花束を贈呈される。 福田福田は結局8月初めに内閣改造を断行。当初福田は公明党へ最大限の配慮を行い公明党の閣僚ポストを1、2に増やしそのうち数とは公明党の女性議員池野坊安子や松明を指名したとされているが組閣前に情報が政治記者たちによりリークされ公になったことで公明党は党の人事に干渉するのは いかがなものかと激怒し、福田の申し出を拒否、結局現行の一ポストのままで、斎藤哲夫を環境大臣に任命したが、党内や、支持母体の総価学会では入閣せずに、閣外協力でも良いのではという声まで出始めていた。しかし公明党は、自民党の幹事長に、総価学会に批判的な伊吹文明が就任するのに、大使人事干渉をしていたことも、 政治記者たちの話で大やけになった。そういった中、参議院で野党が多数を占めるねじれ国会のジレンマに、加えて、公明党内には着々と選挙準備を進める。民主党への警戒感から、福田首相では、総選挙を戦えないという空気が広がり、次第に、福田は気力を喪失していく。 公明党の強硬姿勢はついぞ変わることはなく、秋の臨時国会の争点になる、インド洋での自衛隊艦船の給油活動を定めた、新テロ特措法の延長問題に慎重論を唱え始めた。同法案は、前年秋の臨時国会で野党が参院で否決し、自公連立政権は国会を2回延長して2008年1月に、 衆院の三分の二で再可決し何とか成立させたが、今後公明党が反対すれば、自民だけでは、衆院の三分の二に足りず、継続法案は、不成立となり、福田首相は、政治責任を問われることとなる。このように公明党がいざとなれば、福田内閣を総辞職に追い込むための切り札を、ちらつかせたため、福田は、精神的に追い詰められ、9月1日の記者会見で、 対人表明するに至った。ありがとうございます。